サイリックス 5X86 マイクロプロセッササイリックス CX5X86 はサイリックスが1995年8月に発売した i486 とのソケット互換性を備える 32bitX86 互換 CPU である。a m d が開発した AM5X86 と共に最も高速な i486 互換 CPU の一つとして知られる。CX486 シリーズの後継、上位機種として、インテルペンティアム互換プロセッサーであるサイリックス6、X86 の、コアロジックのサブセットと486、K プロセッサー用、フロントサイドバスインターフェースを組み合わせて開発された。開発コード名は、M1SC で、外部、FSB は32ビット幅であるが、 内部データバスは64ビット幅となっており、命令パイプライン技術やスーパースケーラ128エントリーの分岐ターゲットバッファーによる分岐予測といったペンティアムをはじめとする第5世代の X86 k プロセッサと同様のアーキテクチャを採用しており、ユニファイドキャッシュによる一時キャッシュを16キロバイト内蔵する。このアーキテクチャにより 6X86 の 約50%のトランジスタ数で80%の性能を実現した。そのため、この CX5X86 は 100MHz 動作時に、ほとんどのアプリケーションで 75MHz 動作のベンティアムプロセッサよりも優れた性能を発揮し、古く安価な486対応ソケット3、マザーボードのアップグレードパスとして、CPU コア電圧の対応や、 バイオスレベルでの対応、それに FSB の動作周波数などに一部制限があったものの一定の成功を収めた。このチップは i486 の命令セットをほぼ完全にサポートしていたが、Pentium 固有命令への対応はごく限られていた。面白いことに、この CPU の性能を強化するいくつかの特徴は故意に無効化されていた。これは、 出荷前に修正されなかったバグによる潜在的な不安定性の恐れのためである。本 CPU を使った8386や i486SX を搭載するマシン用の CPU アクセラレータも数社から発売された。なお、同じような名称の SGS トムソン ST5X86 と IBM5X86C は ファブレスであるサイリックスとの間でチップの製造委託契約を結んでいた両社が契約条項に含まれていた自社ブランドでのチップ販売権により商標を変更して販売したものである。そのため実質的には同一のものであったがサイリックスが市場に投入しなかった75メガヘルツ版の入手性や電圧条件などでわずかな違いがあった。これに対し 同じソケット3に対応していて、同程度の性能を発揮し、しかも同じ年の終わりに発表された AMD AM5X86 と、この CX5X86 の設計を混同するべきでない。AM5X86 は、基本的には、高速な486であり、これらは本質的に全く異質なプロセッサである。本チップのアーキテクチャをもとに、 ミダジックスが作られ、その後ゲオデが生まれて、ネットブックや新クライアントで使われていることからも、先進的なアーキテクチャだったことが伺える。サイリックス 5X86 のアーキテクチャ。ありがとうございます。